2021年度上級ゼミ江口プラスのゼミ説明会を始めますまあゼミの説明ですねであの、まあ、ちょっとねレジュメを用意しているので、まあ、それに基づいて説明していきますとすいませんでまずあのゼミの目的になりますけどもこれはもう論文本試験合格とこれにつきますでこの実ここへまあ持っていくという話ですね皆さんをねで大事なことはその ゼミのこれ合格への方法論ですねこれをしっかりと理解していただくということにまあつきますで、えー、つきますというか理解してでですね合格への実力をでここはいつも私、まあ、説明するんですけども習得してもらうとで、ね、習得していただくというのはこれ結構難しいことで実際に、えー、っと講義を受けてもいろんな答ーを受けても まあなかなか思うように成果が上がらないっていうのがあると思います。で、あの問題の中には非常にですね皆さん書きやすいよく書けた書きやすかったというものと、まあ、何回やってもうまく書きにくいっていうのはありますね。なので、まあその無意識のうちに習得しているものとまあなかなか習得できていないものっていうのがある。で、これを可視化してですねすべて。 えー、習得して合格のレベルへ持っていくこれはもゼミのですね私がやることになりますゼミで実行することですねでまずそのためには、えー、いわゆる合格レベルの答案ですね作成の道筋とゼミって書いてますけども改めて、えー、合格答案を書くには何が必要かですね大把握もご存知の通りですあの問われたことにのみ答えると。 いう話ですでその中にはですね非常に簡単な題「平易題」と非常に難しい「難易題」というのがあります。例えば、まあ例えば「侵害の有無を答えなさい」じゃあ「侵害するかどうか」ですね。で「侵害の有無を答えなさい」って問われているのに差し止め請求できるっていうふうに書くとこれはまずいいですね。拒絶理由の認定が問われています拒絶理由は何ですかって問われているのに拒絶査定がされるとか。 これは？まあ、単純な問いですね。これ姿勢の問題なんですよ。で、これも結構間違える場合がある。で、これはですね。まあ、当該のその姿勢ですね。まあ、これをずっと善意を通して伝授していきます。難しいのはこちらですね。例えば、商標権者の義務とか意匠制度による意思を保護することの意義等,等ですね。まあ、いわゆる法律の背景説明による真の理解。 っていうのを、まあ、ゼミでやっていきます。これ非常に難しくて、まあ、背景とか、本当にバックグラウンドを理解してないとできないんですね。で、これは、まあ、すぐにできるものではないですけども、ゼミ結構長いので、まあ、いろいろその下に書いたこと、書いてあること、いろいろやりますけども、これを通して、もきちっと理解度を深めていただく。で、特に私のゼミで重視するのは、背景の理解ですね。で、表面的な。 ところを、まあ、例えば要件とかを覚えるっていう話ではなくて背景を理解することによって、まあ、どんな問題にも対処できるしで,さらにです、ねまあ、すすすねね頭の中にごいい残りやすいで,す、ねでまあ、この2つを、まあ、しっかりと習得しないといけない。で実際じゃあちょっと答案の話に戻りしますけども大把握してで事実の確認をしてそれから、まあ、事実関係の把握ですね。 でから答案構成してで答案作成これは時間内で作成すると、まあ、こんだけ全部習得したら絶対に語学となって書けるんですね、まあ、そんな難しいことではないだからまあ要素要素を分解していってで特に事実関係の把握は短時間での事実整理というのはこれ非常に重要になってくるんですね、まあ、テクニックを伝授しますそれから答案構成これ要素の組み合わせですねまあ結局問われたことに答えるんだけども 特許法は一問一答なのであまり組み合わせというのはありません。だけど衣装商標は、まあ、いくつかの論点を組み合わせる。じゃあそのために何が必要かというと、まあ、基本要件の理解ですね。でここであえて理解って書いてるのは、まあ、真の理解ということです。本当に背景も含めた理解。で、えー、あとはね個々の要素の説明のパターン書きやすいパターンというのがある。 で意外とこれが習得できていません。組み合わせですねで、えー、こういうものは説明パターンのレジュメというのがある。これね基本説明パターンのレジュメ。で組み合わせというのは典型パターンというのはいくつかあります。あのー <coughs> まあ、例えば流通時に対 に対対する対処なテンプレートというのがありますすけれどももっとと細かいいころですねいくつかそれよりもっと細分化したパターンというのはこれ結局は知っていると答案講成もすぐできる。でじゃあ基本説明パターンの習得ができていれば書き込みがですね書き込みをするわけですねそうするとものすごく早く書ける。で、えー、これはですね 提供資料というのがここに書いてあるパーツブックと基本説明パターンと典型パターンの過去問集と判例レジュメですけれども判例のレジュメでこれを使ってしっかりと背景を理解背景というか理解を進めていただくあとはまあ答案作成ですね時間内での答案用紙への展開力というのは非常に重要です、まあ、特許法がまあいつ1時間で5問出たときにじゃあスピードアップをどうしたらいいのかというのを根本的に考えていかないといけない。 ですね、でこれはゼミで基本説明パターンの筆力の向上ですね書く力というのがあるで基本説明パターンも書きやすいものと書きにくいものがあるので事前に書きやすいものを準備しておくこういうものを全部提供しますで、えー、答案構成のパターンですねこれ習得をしていて、まあ、これはこの辺から絡んできますけどもあと得点が取れる書き方ですねこれ非常に重要になってきます。 まあ採点によるちょっと読みにくいですけど採点によるフィードバックというのが非常に大事になってくる、まあ、ここをいかに精度よくですねフィードバックを皆さんにするかというのはゼミの肝になってきますじゃあねこの大把握事実関係把握それから答案構成答案作成力これ全て習得してら絶対に受かりますだから可視化していったらいいんですよで まずね、じゃあそれのためには何が必要かというとインプットとアウトプットはもう絶対に必要になってきますね。じゃあまずインプットのところこれ知識の獲得真の理解って書いてますけども頭の中に入れるで入れたつもりになるなりがちなんだけどもこれ入れないといけません。そのためには、ね、やっぱりね こうですね、何回も言ってますけど本当に背景をちゃんと理解してるのかっていうことを意外とねこれ理解してるつもりでしてないですね。でまあこれをですね理解してでキーワードへの圧縮情報量を圧縮してで展開とトリガー圧縮したものを展開してでなんかねいろんな趣旨からこれを頭の中に引き出すということをやると。 すごく理解してそれを頭に入れることができます <laughs> で。でまあそのために使うまあやるべき各要素ですね、まあ、上の話と重複しますけども重要テーマから判例、まあ、重要判例重要テーマですこの趣旨要件効果をちゃんと習得するというのが必要になってくる。でねそのためには情報の一元化というのが必須になってきます。だから 一元化した資料というのはなかなかないのでこういうものを私のゼミを受けている方は、まあ、何回も、まあ、あの毎回まあ法改正も含めて配ってますけども、まあ、こういうものですねもう一元化資料で重要なテーマは全て要件と必要な要件それから解釈っていうのをこういうふうにずーっと並べています。第第フフェーズ第二フェーーズズというのは 流通知前と共通通知後と最後の共流通知が来た時のこの要件ですね。まあこういう資料というのも絶対に必要になってくるので、まあ、それをお渡しするということです。まあちょっと画面がちらちらして申し訳ないです。で、えー、次に基本,せ基本要件の出力の習得ですね。まあ結局ここで、えー、答案を作成するときに答案構成の段階で各要素要素の 集まりだという話をしました。あるいは一個の要素。それが短時間で正確に書ける。という力を養う。で、これは。基本説明パターンレジュメというのをお渡し,します。で、これもね。基本パターンなんだけども。結構その書く順番とか。それから、えー、条文の反映。っていうのが意外と難しいですね。 だからきちっと整理しきったものを頭に入れることによって非常に簡単にですね頭の中に入るでそれを書き込むことによって出力の習得というのができますまあこのね、えー、レジュメも渡しますし頭に入れるコツですね、まあ、そういうことも説明しますでまあ私いつも前処理と言ってますけども頭に入れる前の処理考え方ですね、まあ、対局テーマというのは 先ほどの大把握は難しいこの難易大のこういうものですねこういうものの代表的なものは、えー、事前にご説明をします。<laughs> はい、でですよあの重要テーマの一元化したもので、まあ、ちゃんと資料が揃えて頭に入れる。で個々の重要 の基本要件を書,けるようにする書きやすい状態で書けるようにして頭に入れるで次に典型パターンですねその組み合わせっていうのが特に衣装商標では問われると今日はまあ基本的にこれでいけるんですけどもいくつかの論点がありますねこれ典型パターンっていうのがあるでテンプレートをもっと細分化したものですねこれをお渡しします。 でまあ、それでですねパターンを覚えることによって答案構成がすごく速くなるんですね。で実際に過去問っていうのがどういうものが出たかっていうフォローこれ非常に重要です。ただ本試験で実際にどんなふうに書,く書いた場合がね、えー、評価されるのか特定になるのかこの点がすごく難しいです。なのでまあそのレックとかで配布されてる、まあ、模範答案もありますけども 私の、えー、回答例は、まあ、その本試験のところを非常に吟味してですね、まあ、かなりブラッシュアップしたものをお渡しするということですね。であっ,っていうふうに思うようなところこんなふうなところがこんなところが評価されているのかっていうようなところもお伝えします。であと大事なのは答案の作成ですね実践です。でいくらインプットしても実践力がなければ これ意味が全くないですねだから採点表というか採点表答案、えー、採点表というのをね私が作りますけどもこれも模範答案の、まあ、そのまま書いたら、えー、全文書きができるようなものに、えー、細かく、えー、得点を書いてでそこで採点します。でそのフィードバックというのが非常に重要になってくるとこういう話ですね。で まあ今のお話で先ほどパーツブックの例を示しましたけどもまあ基本説明パターンというのはこんな感じです。まあ、例えば29条にと41条参考というところに焦点を当てた回答例というのは非常に短くなるんですね。でこれを頭に入れることによって41条参考パターンというのは一瞬で書けるようになる。でこれをえ基本問題として集めたもの 書き込むことによって、えー、基本説明というか個々の要素要素の要件が一瞬で書ける、まあ、これ判例の例です、ねまあ、判例例例のですすねもお渡し,しますそれからまあちょっと資料の紹介ですこの過去問ですね、まあ、過去問例というのをかなり吟味したものをお渡しするですねそれからまあこれがですね、まあ、論点表と 回答例で,す、ね、でまあ実際にですねどれぐらい書けばいいのかっていうのもこの説明によって明確になりますでこれによって必要十分な記載というのが理解できるんですね。でさらにその採点表というのが、まあ、これ今年のレッ、まあ、2020年度ですねの上級ゼミですけどもこれから2021年度が始まりますけどもまあこれレックの これをね、まあ、こんな風に書いてるんですけどこれ単にねレクの解答例を並べたのではなくて論理構成を全部見直してこのまま書くとスッと書けるっていう風に全部ブラッシュアップをしてます。でここに得点表がありますね。ここに何点何点、まあ、満点だったら丸でちょっと足らんところは2点とかでなぜ足らないかっていうのはその次の回にきちっと説明する。でこれによってね どこまで書けばどれぐらいの点数になるのか必要十分ってどうなのかっていうのが理解できます。で、毎回ですね、その皆さんの答案を採点した後に、まあこれ公表ですね。えー、というのをお渡しします。で、まあ必要な関連のパターンとかいうのも、えー、合わせて説明する。まあ基本パターンレジュメで全部やる内容なんですけどね。で、人の間違いっていうのを全部ピックアップすることによって、またこう、次から 間違えないようにできるし理解度もすごく深まるわけです。で、まあ、これインプットですねインプットとして使う資料とかその実力というかですね学んでいただくですね習得していただく項目ですね。でこんだけできればまず習得すれば受かります。 で次に <laughs> 実践ですね。答案への展開というのも考えていかないといけないけども,もうこれ先ほど言いましたように模範答案配点表による採点これがまあ結局全部で一番大事なことですね。でレック回答例を徹底的にブラッシュアップすると。でこれね実際にやるとですねまあ実際にやられたら分かると思いますけど非常にですね時間がかかります。ただ、えー、論理構成が はっきりえー、すっと流れるとねすごく頭の中に入りやすいしどう書けばっていうのがすごく理解できるんですね。でさらに、えー、到達点の徹底理解ということでまあ到達点というのはどこまで書けばいいかですね。で、えー、これは本試験に沿った採点をしてもらうというのがもう一番の近道になります。で本試験よりでさらに細かな えー、高精度な、えー、徹底採点ということでこの、まあ、試験で結構5点単位とかなんですけども、まあ、さらにその中をまあ細分化した方がもうちょっとで、ね、細かいところが分かりやすいので、まあ、その説明も、えー、説明というかですねそういう採点をすると、まあ、先ほどもお見せした、えー、あれですね配点表ですね まあこういうものを毎回ですね私が作ってでここで採点をしてで皆さんにお返ししてそれに基づく説明というのをするということになります。であとですね、まあ、各自答案ですねこれと自分の答案というのを比べていただくと非常にですね間違ったところどう書くべきかというのが分かりやすいです。でまあ、先ほどど言いましたけれども配点表 採点に基づく詳細な解説とでこれね相当やっぱり書いた答案それに対する採点表というのを時間かけてフォローしないとなかなか理解でも深まらないし、えー、頭の中に入りませんでここを非常に重視してやります。なので毎回ですね答案書いていただいたら採点して次の週ですねに、えー、その皆さんの 書いていただいた内容も含めてフォローするとで何を間違えたかどう書けば特定になったかなどを採点によるフィードバックですねこれ非常に重要になる。でまあこれね非常に時間かかりますあの。まずブラッシュアップしたものを作るのに時間かかるし40項目ぐらい採点項目を決めますのでね、まあ、すごい時間を投入して頑張ってやってます。であとねまあその頑張りがですね まあ我々私もねほかに仕事してますから忙しいんだけどもこれねゼミはね皆さんの顔がわかるんですねいつもほらあの質問したりしてコミュニケーション取るでしょゼミだからだから顔がわかりますそうすると誰もが書いたかっていうのがわかるのでもう最低のモチベーションが湧くんですねこれゼミってねなので他の通れとかよりもすごくお値打ちになります まあ私が投入している時間がまあ実際にすごい時間を投入してますからね。で、これで実力をつけていただけると。インプットアウトプットもまあ私が指示した通りやっていただくとね多数の人が非常にええー、まあ喜んで、喜んでというかねまあ,あの合格していただいて喜んでいただいているとそうですね。あとねやっぱりモチベーションのアップですけどもこれもゼミの大事なところですね。毎週来ていただいてまあ講師とコミュニケーションしてで まあ受験生がいっぱだからまあ自分に近い実力の受験,、えー、受験生を超えるとでここで競うとねゼミの中で実力がグッと上がってじゃあその実際の受験生の中ではどうかというともう突出してですね、えー、実力が,上がついて、まあ、多数受かるということになります。で特に勢いが 強い都市、まあみんなが切磋琢磨して頑張っている都市は非常に多数の、えー、合格者が出ます。で、あと最後、えー、初学者の人、まああの入門を、えー、講座を受けている方ですね。結構受講していただいてます。ただですね、ま、え、あ、ー、結果的には一年合格者はゼミ出身者一緒にゼミ併用して受けて。 いただいている方が、まあ大多数です。まあ、非常にね、まあ四五人受かったり、もしてます。で、ただね、これ初心者っていうのは、まだ完全に知識が入ってないので。まあ範囲を指定せずに、書いていただくと、まあ知識は足りないから、書けないと。ただ、ゼミ、すなわち答案、えー、ゼミでですね、答案練習をする意味というのは。持っている知識をいかに答案に展開するかと。 とということな,んです、ね、なのでまあもうずっと最近やってるんですけど事前にですね質問範囲を論点を開示しますでまあ覚えてくる量が少ないですねゼミを、えー、論文用にねだったらこれについてじゃあ展開する練習というのができるで実際ね広くは勉強できないですけども、えー、論文に関してただ重要なポイントについて勉強してきて実際に 書いて習得するっていうのは実際できるわけですよ。なのでこうなんですね。ゼミ出身者が多数ということで担当へ受かると次の論文までの勉強がこのゼミを受けているとベースができているのですごく楽になります。最後に方法論ですね。これをまあ最初に方法を理解してで、えー、実力を習得すると。これゼミで 目指すとこだよ。で、最終的に合格、最終合格を目指すんだという話をしましたけれども、これは非常に重要です。で、ゼミでの講義ディスカッションですね。で、論文のパフォーマンスが上がらない受験生には確実に課題抽出がまあ私のゼミに来ていただいたらできます。で、学習の方向性というのは非常に理解できるということなんですね。で、方向さえ到達点が分かって踏むべきステップを完全に踏めば、これ絶対受かるわけです。 ただですねなのでまあ全ミ来ていただいていろいろ、えー、相談していただいてで方向性というのを示していただいて素直にそれを実行していただくそうするともう実力というのはガンと上がります。でまあいつもね全員来ておられる方がおられ,、えー、おられるんだけどもまあ私がこういろいろですねこうした方がいいとかねこういう。 方法論が大事なんだと言ってもね、まあ、どっかのステップを、まあ、例えば。基本レジュメは囲まないとダメだって言っても、書かない。で、そうっておられます。だけど、なかなかやっぱパフォーマンス上がらないですね。でも、最後はもうしゃあないから。えー、言われた通りにやろうかってやると。一気にパンとて受かったり。される方が非常に多い。ですね。だから。まあ、実際に。まず、方法論を実行していただいて、受かっている人には多数いますから、その方法論は絶対間違っていないはずです。 でさ書くときにどういうふうに採点が本試験されるかこれはね公表されてないからわからないんだけどもまあいろんな情報もからですねまあ大体ぼやっとですけど分かっているわけですのでそれを知った上で勉強するかしないかっていうのはものすごく結果に影響してきます。なのでまあこの1年で一気にですね実力を上げたい人はぜひとも私のゼミにですね来ていただいて。 まあ一緒に頑張るとそうことですねでそれで結果が出ればまあみんなハッピーということになりますのでぜひともゼミを受講してくださいはいじゃあちょっと長くなりましたけど以上です。